こんにちは。どうも SK です。今回は BO4 のチームレスマッチやっていきたいと思います。でこちらのマップがねペイロード、生放送とか動画でも多分言ったことあるんですけど、私このマップ大っ嫌いです。本当大っ嫌い。調子良くても大っ嫌い、調子悪くても大っ嫌い、とにかく大っ嫌いなマップです。ということで今回は大嫌いなマップということもありまして、この BO4 最強と言われております。LMG のね、タイタンを使ってちょっとやっていこうかなと思っております。これか、こっちの装備でいきたいと思います。まあ、タイタン弱体化、今までパッチアップデか、2回くらい来てるんですけど、まあ言うても強い、まだ。まだ強い、最強。というわけで今回は、このカスタムでやりますので、よろしくお願いします。さあ、どっち行こうかな。センター怖いから、外周から行こうかな。多分、絶対この辺誰か見てくからな。はい、やっぱいた。はい、弾幕の力、最強ですね。まあ、そのストック移動とかが確か弱体化入ってたと思うんですけど、そのタイタン自体の威力とかは、多分まだ減衰とかしてなかったんで、あ、いるね。カモン、カモン。よっしゃ、危ねえ、ギリギリ回復して、まだ来るね、どんだけ来るんだよ。 OK、 カットして、さあ華麗になんだトリプルキル回したんじゃないか今ので。さあまだレーダー映ってますね、多分来るんじゃないか。 OK、 カット。やべえよ、顔真っ赤にして来すぎでしょ、絶対まだ来るぞこれ。あれ湧いてねえな。まあ、タイタンはね、言うて移動をこうゴリゴリとすって勝てるような武器には変わっちゃったけど、まあ、来るな。入ったな。どこ行った、奥詰めたかな。行くか、追いかけるか。さあ、やべ、また来た。おー、下打ちしてくるんですか。あー、がっつりね、顔真っ赤してますね。0.67 の、あなたが下打ちですね。了解です。いくらでも撃ってください。私は撃ちませんので。悔しかったら倒してみろ。それだけですね。はい、というわけで、まあ、下打ちされようが気にせず、頑張ります。で、今こうやって自分がやってるみたいに、ちょっとこう、止まってキルすると、もう、だいぶ強い。もう結局変わんない。だって移動してないもん、これ。まあ、ここで見てるポジションは最悪ですけどね。上半身全部出てるんで、相手の頭出し、相手も LMG 使われると多分相手の方が強いんですけど、まあ、近距離もまあ強いといえば強いけど、来てそうだな。いないかな。あ、でも赤点絶対来るだろ。待っとこう。シーカマイ来んな。あぶねえ、ギリギリ。シーカマイの前に倒していく。やっぱ強いっすね。LMG 最強。ただ今回はこのペイロードっていうので自分がこう動画として使ってるだけなので、普段から LMG 使ってるって思わないでいただきたい。まあフレンドと、危ないギリギリなんだわ。フレンドとやってる時とか、あとまあ一人でまあ生放送してる時とか動画撮ってる時とか、多分大抵見てもらったんですけど LMG 使ってないでしょ。大抵アサルトばっかりだと思うんですけど、そちらの方ばっか使ってるんで、今回は自分ほんとこのマップだけマジで嫌いなんですよ。一番嫌い、もうペイロードクソっていう感じなんですよ。あー、ヘルストーム来てたから仕方ねえわ。どっちしろ落とされてそうだし、しゃあねしゃあね今のですわ。さあ右サイド絶対来るんだよな。あんまいなかったからちょっと先端抜けて左行くか。いや危ねえ、ただ詰めてくるよね。うまいっすね。いやー、まあ、タイタン使うとキルはできるからいいですね。まあたまにやってて初心者の人がタイタンとか持ってるんですけど、まあ、それは全然いい。もう、まあ、うざい時あるけどね、こういうロングも抜けるからね。強いわ。ただ構えるのとかも多分だいぶ遅くなってるから、本当に要所要所でもう敵の来そうなところにはもうあらかじめエイム置いとくっていうのが強いかもしれないですね。もう出会い頭とかは、まあ、前までは勝ててたけど、多分前ほどは勝てなくなってるんじゃないかな。
こういう距離ちょっと嫌だけどね、詰められると。まあちょっと自分の M も今悪かったけど、ああいうのはちょっと難しいかもしれないですね。まあ敵の傾向的にこっちの右サイドから来ることが多いから、外周のね、こっち押さえてたら大丈夫そうな気はするんだが、大丈夫かな、なんか不安なんだよな、そこの味方が。ナイス。さあ回復してセンター乗せて、やっぱ行ってますね、一人はいるね、あ映ってるし。右の味方行き、ああ2人か行ったな、多分やられるだろう。あ、めっちゃ下打ってんや、お前やばいぞ。あ、いや、また来た、また来た、また来た。どんだけ来んねん、やばいだろ。あー、マンティス。まあ、さすがにね。マンティスなかったらもう一人いけてたって感じ。ベストプレイ選ばれたんじゃないか、今の。え、待って。今気づいたけど、点数やばくね？さあ、なくないか。やばいって、やばいって感じ。勝てねえぞ。ちょっと、定点プレイ、自分いいっすか。ちょっと厳しくね。ブースト決めて、絶対こっちだろ、湧いてんの。後ろは多分湧いてないと思うんだけど、構えとくか。はい、強い。もうこの距離も最強だから、本当に。で、向こうから多分、上半身しか出てないから、なかなか当てにくいと思うんだけどね。あれちょっと苦手だな。自分のエムが悪いってもない。ナイス。ナイス。自分ね、スペシャリストエイジャックスとか全く使ってないです。あの9番とかさ、あの盾シールドか、あめちゃくちゃ強いみたいだけど全く使ってないです。あれ負けるんか、マジか。まあああいうやっぱ近距離はきついっすね。まあその今回もね、その使用回数スペシャリストのどのくらい使ってるかとか多分表記されるんですけど、まあまたそれもね、そうだな、全然プレステージマスターになってから紹介でもいいんだけど、全然まだね、一番1周目なんで、まだまだボロボロなんで、まあそのプレステージごとに紹介していくのもありかもしれないですね。で、自分ビオスの時はまあ動画とか見てくれてる人だったら分かるんですけど、もうルイン一択、もうグラビティスパイクしか使ってこなかったんで、まあ今回もちょっと偏りはあるといえばある、正直言えば。ただ何使ってるかっていうのはちょっとまだ伏せておきます。まあ動画見たら大抵おめえこれしか使ってねえだろって言われそうなんだけど、まあほんと偏りがあります。で、武器も偏りがあって、何だったっけ、あのアサルトライフルの最後か2番目か VPKR、 なんかそんな感じのあるじゃないですか、ちょっと名前忘れたけど、あの武器は一回も使ったことないんだけど、後の武器は一応レベルマックス、武器レベルマックスにしてます。後の武器は使ってるんだけど、それ以外の武器、あ、それの武器以外は全然使ってないんですよ、全く。で、サブマシンガンも G ケースと、なんだったっけ、やっぱこんな話してられない。接戦やば、ヘッドショットきちい。負けてんのきつくないですかこれ、味方大丈夫ですか。ちょっとこっからの1です、重たいよ、ちょっと慎重に行こうぜ。ビジョンパルスでだいぶ優位ではあるか。あー切れちゃったな。71対72、いけるいける、味方頑張るぜ。うわー、これ最後デスしたやつ先輩だからな、1位だ、たとえ1位だったとしてもやばくねえか、いそうなんだが。うわ、やべやべやべ、はい勝ち、ギリギリ、危な。味方頼むでマジで。あれあれ下打ちくんいない、あれ顔真っ赤して抜けたかな。この子多分あれだな、お亡くなりだったな。まあしゃあない。はい、というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。